すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はね、久しぶりに家からの撮影となっているんですけど、最近ね、イベントラーメンフェスとかもね、なかなかできない中、2022年も開催されます日本最大級のオンラインラーメンイベントがありますということで、ラーメン YouTuber のすするとしてもこれは参加するしかないでしょうということで、今回すするのはこちらのラーメンです。ドン。中華そば富田ラーメン飯田商店による中華そば心の層です。こちら中華そば心の層は現在宅麺 .com さんにて開催されている日本最大級のオンラインラーメンイベントである新ラーメン祭り絆にて発売されている一杯です。新ラーメン祭り絆とは何なのかと言いますと、2019年11月に千葉県松戸市にて初開催し、その時僕も参加させていただきました。ありがとうございます。オンライン開催を含めて今年で4回目となる一大ラーメンイベントです。総合プロデューサーを務めるのは日本を代表するラーメン店である中華そば富田店主である富田治さん。富田店主がお客様に食べてもらいたいというお店に自ら出店交渉を行い、日本屈指の有名店が集結しました。店主同士の絆によって実現した年に一度のラーメン祭り、ぜひぜひお楽しみくださいということで、たくめん .com さんのサイトで、ね、詳細見れたり、あとね、総合プロデューサーである富田さんのコメントなんかも見えたりするんで、気になった方はね、ぜひぜひ概要欄からチェックよろしくお願いします。でですね、この新ラーメン祭り絆、さまざまなラーメン屋さんが出ている中で、もうやはり、ね、目玉と言っても過言ではないでしょう、こちらの富田さんとね、飯田さんのコラボラーメン。今回のね、新ラーメン祭り絆でしかすすることのできないプレミアムな一杯となっておりますんで、早速ね、これから作ってすすっていきたいという所存でございます。レッツゴー。おう。さあ、まずはネギを切っていらっしゃいますが、あ、すいません、ネギ切らせていただきます。今回7店舗ありまして、結構あるね。はい、ほんと。その店舗ちょっと一つずつ行っていきますと、お願いします。麺処本田秋葉原本店さんの濃厚昆布水淡麗つけ麺ってこと。え、昆布水ってできんの冷凍で？ね、どんな感じで作るんだろう。こちらも気になりますよ。めちゃくちゃ気になりますね。あ、本田さんの昆布水つけ麺うまいですからね。はい、大好きなんで僕も。豚骨中華そばガンタレ。おお、豚骨中華そば、もうまた濃厚系はね、やっぱ入ってた方がいいですからね、こういうところには。あ、うん、非常にいいですね。家でもあの豚の豚骨の香りしっかり楽しんでいただきたいですね。男気ラーメン、赤気ラーメン。おお、赤気さん来た、ここで。二郎系ですよね。いや、そうですね、がっつり二郎系ですよ。はい、今はまたね、お店移転してちょっと新しくなってるんで、ちょっと今度僕お店に伺えたら非常に楽しみですね。三和中華そば店シムラーメン。おー、修行先だよね、中華そば伊吹さんが住所で行ったらね、まあ、志村っていう場所にあるんで、まあ、多分伊吹さんリスペクトの濃厚な煮干しラーメンいただけるんじゃないですか。おー、うん、そしてラーメンフィール醤油ラーメン。おー、考えるより感じろっていうところですね、フィールさん。こちらね、飯田商店から修行された店主さんが、あれかな、多分ファストパスなんで1日90食限定とかで、まあ、ラーメンと塩ラーメンと、あとつけ麺もね、あったりして、非常にもう一回僕も行きたいですね。つけ麺もうまいんですよね。今回は醤油ラーメンということ。なるほどなるほど、オーソドックスな、いいですね、醤油ラーメン。そして最後、ジャパニーズラーメンヌードルラボ Q。 おお、札幌から、はい、結構全国津々浦々からね、はい、いろんな店舗が集結しますね。 Q さんもなかなか超ハイクオリティないっぱい釣れるんでね、うん、まあ、とにかくすごいラインナップですね、本当に。このビラの裏とかにあのどうやって作ったりかとか書いてるんで、これでをしっかり参考にさせていただきまして、心の層なんで今回スープが2種なんですよね。へえ。これがこっちが飯田さんのスープ、はい、このチンタンの鶏ベースのスープと、こっちが富田さんの豚骨スープ、この2種のラーメンをこう層みたいにして、ね、作るっていうのがこの心の層なんですよ。おもろ。なかなか今までにはなかったというか、うん、本当に非常に珍しいラーメンです。富田さんが言ってたんだけど、その飯田さんと仲良くなるのにもう10年かかったと。お、だからそれのこのスープでね、それを表してて、こう徐々にこう食べ進めるごとにこう混ざり合っていく感じをぜひ味わってほしいっていうことを、なるほど、おっしゃってましたね。いやー、ラーメンでいろんな物語が知れる、なんか人間もやりますよ。熱いね。ね、まずはちょっとこちらを優先していきます、はい。まあ、スープが一番時間かかるんで、まずはスープを優先するのがいいですね。はい、はい、こんな感じで優先していきます。まあ大体10分前後ぐらいですね。そしてですね、スープを優先している間にこちらの立派なバラチャーシューですね。このチャーシューを、まあ、この丼をやっぱ温めた方がお家では美味しいラーメンが出るので、まずお湯を張りまして、でこの中にこのチャーシューを入れて温めて、多分チャーシューは湯煎しすぎても良くないんだろうね、きっと。で結構かなり薄切りになってるんで、チャーシューの自然な柔らかさを楽しむには丼に張ったお湯で解凍するのが一番いいんじゃないかと思います。なるほど。さあ、良きタイミングでね、麺の方も茹でていきましょう。まあ、麺はね、たっぷりのお湯でこうしっかりこのお湯の中で泳がせるような感じでね、茹でるのがいいと飯田さんが言ってたんで、たっぷりのお湯で茹でましょう。そう、こんな感じでね、たっぷりのお湯でしっかりと
泳がせるように。こうすることで、ね、茹でムラとかもなくなるんで、なんかここだけ硬いとかここだけ柔らかいとかそういうのもなくなっていくんで、たっぷりのお湯でいきましょう。でそしてね、麺を茹でてる間にまずは一つ目の層ですね。富田さんのスープ湯煎終わったので、こちらをまずは温めた丼の方に貼っていきます。おお、いいっすね、この東京 X 由来のね、濃厚な豚の香り、そして上品なねこの香り、たまんないっすね。これがまず一つ目の層。さあ麺もねだいぶいい感じに茹で上がってきたので、結構熱いんでね、ほんとやけど注意ですね。めっちゃ熱かった今。いきます。湯切りはしっかりしておきましょうね。しっかり湯切りできたところで、麺をまずはこちらの豚骨スープの中に入れていくと。おい、ちょっと軽くこう麺線とか整える、そしてこの上にチャーシューをトッピングしていくと。うい、はい。でこちらのね短冊、大きめ短冊の麺をトッピングして、そしてこっからがまた肝心ですね。この上に2つ目の層、この飯田商店のスープがかかります。これやっぱりこう2人が10年かけて仲良くなったっていうことをしっかりと頭の中に反芻させながら、ゆっくりとね、ここでは混ざらないように、まずはしっかりね層を作るような感じでゆっくりとこうかけていくんですね。ゆっくりと、うん、おお、若干ここで仲良くなってますけども、こんな感じで、あ、結構こうするとさっきまでめっちゃ濃厚なラーメンだったのに、あっさり系のラーメンに見えるね。でトッピングとしてネギもちょっと上に乗せてもらって、であとはラストにここに海苔を乗せれば完成です。それではちょっと早速進んでいきましょう。さあというわけで完成しました。こちらが富田さん飯田さんのコラボラーメン、心の層ですね。うわ、めちゃくちゃいい匂い。スープがね2つの層になっていて、上が飯田商店の鶏スープ、そして下にね富田さんの豚骨スープがあるということで、どんな味になるのか非常に楽しみですね。海苔はね結構早めに乗せちゃうと、ちょっと仕上げちゃうんで、食べる直前に乗せていくということで、早速いただきます。いやー、もう今年のね新ラーメン祭り絆の目玉商品なので、まずはスープからいただきます。うまそう、めちゃくちゃいい匂い。おお、おお、うまっ、マジで、うわ、え、すご、うん、まずはね一つ目の層である飯田さんの鶏ベースのスープ、あ、これがしっかりビシッと主張はするけど、奥の方に富田さんもいる、います。うん、やばい、これめっちゃうまいわ。うんま、これ合わさったらすごいな、これ。もちろんダメ、単体でもそれぞれめちゃくちゃうまいスープを取ってるんですけど、それがねこういった形で合わさることによって、うーん、ほのかになんか豚の感じがあるのいいな、これ。うん、うまっ。お次はこちらの麺ですね。まあ、麺はね結構富田さんのスープにもしっかり絡んでるので、どんな感じになってるのか楽しみですね。いや、もうすでにねこの小麦の香りめちゃくちゃ感じてますね。それではいきましょう。すずる、うん、うん、うん、おー、しっかりね泳がせたことによって、この表面の滑らかなすり心地、そして噛むとねしっかりとコシがあって、そして徐々にねこう富田さんと飯田さんのスープが混ざっていくこの感じ、うまいっすね。うわ、来てんな、だんだんこう、だんだんこの豚骨スープも混ざり合ってきて、力強い味わいになってきてますね、どんどん。すごいな、本当にこのやっぱスープの美味しさもさることながらね、この麺の滑らかなすすり心地が本当に素晴らしい。なんかもう一すすりでズバッといけちゃいますからね、本当。うん、すごい。自宅でもねしっかりと海苔の磯感をね絡めたりとか。うん、スープうまっ。うわ、もうバラのチャーシューはね箸では持てないぐらい、もうホロホロ、もうめっちゃ柔らかいの、これすごいから本当に。いただきます。うん、やらた、うん、あ、とろけんな、なくなった、うわ、一瞬でもシュンって、一瞬でなくなりましたね。チャーシューうまいな、おい。チャーシューはね2種類入ってて、こちらがねロースですね。こっちも美味しそうだな。いただきます。うん、うん、
こう程よい弾力と噛むたびに溢れ出てくるこの肉の旨味、最高ですね。うまっ。そしてこちらがね、角切りの短冊メンマですね。このメンマの仕込み作業を見たことがありまして、こう一本一本にね、用紙を刺してしっかりとこう柔らかな食感を出すように、もうメンマ一つまで工夫されてるっていう、ラーメン屋さんやっぱほんとすごいなと思いますね。これいただきます。うん、うん、うまっ、うまっ、メンマうまっ、メンマうまいな、おい。もう後半になってくるとね、この富田さん、飯田さん、2つのスープが完全に混ざり合って、キリリとした鶏の旨味あいつつ、このどっしりとね、豚骨が支えてくれるっていう、うん、いや、うまいな、これ。うん、もう気づけば麺がなくなってしまいましたね。あっという間だな、ほんとのラーメンって。うまいラーメンってなんかあっという間なんだな、ほんと。すぐ食べ終わっちゃうな。おわ。後半の豚骨の追い上げがすごい。おぉ、うまかったですね。こうするわい。というわけで、新ラーメン祭り絆 in 宅麺、富田さんと飯田さんのコラボラーメン、心の層をいただきました。最初は飯田さんのこのあっさり、チンタンの鶏スープ、そして後半から富田さんの豚骨のスープがこう徐々に混ざり合っていって、ほんとね、日本を代表する日本屈指のラーメン職人2人のスープがね、徐々にこう混ざり合っていって、もちろんそれぞれ、ね、単体で飲んでも絶対美味しいと思うんですけど、この混ざり合った後半の爆発力、すごかったですね。中細の麺もね、全くだれることなく、しっかりこう滑らかなすすり心地は維持しつつ、最後までね、もちもちとしたコシを維持してて、めちゃくちゃうまかったですね。今回のね、新ラーメン祭り絆 in 宅麺、販売方法が一応ありまして、宅麺 .com さんのサイトで抽選販売を行ってまして、26日木曜日の12時59分まで応募して、当選するとね、この商品を購入することができるというシステムになってます。この新ラーメン祭り絆 in 宅麺、このここでしかすすれない一杯なので、気になった方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからね、応募してみてください。まあ、今回ね、この心の層をね、一杯作ってすすったんですけど、他のラーメンもめちゃくちゃレベル高いお店が揃ってるんで、ぜひぜひね、宅麺 .com さんのサイトだけでも見てみたらいいんじゃないでしょうか。こんなラインナップは宅麺さんでしか揃えられないっていうところがもうたくさんあるんで、ぜひぜひご自宅でも美味しいラーメンをすすってみてください。まあやっぱね、こういったちょっとイベントとかできないご時世に、まあオンラインでもね、しっかりこうラーメン業界を盛り上げていきたいっていう宅麺 .com さんのね、思いをひしひしと感じるこの一杯だったので、皆さんにもね、もっともっとラーメンに興味を持ってもらえるよう、私すするを精一杯努力していきます。今後ともぜひぜひよろしくお願いしますということで、本日もありがとうございました。ごそれ。うまい。おお。本田さんのつけ麺。うん。うめえ。おお。昆布水。